もう何うんこかなんて見てる暇ない。はいどうもこんにちは、ライです。というわけで今回はこちらのゲーム、どうしたの話聞こうかのこちらのゲームをやっていこうかなと思います。でね、なんか概要欄とかちょっといろいろ見たんですけど、なんか始まっちゃった。なんの歌だこれは。初めて聞いた。でちょっと歌ってる最中にあれなんだけど、そう、不審者から逃げ切り、うんこを集めてロケットを燃料にして火星前に逃げ切れたらエンディングが流れるというこちらのゲーム、 3D ホラーゲームとなっております。それでは早速やっていきましょう。それではスタート。こんにちは、僕はそこら中のうんこを集めるのが大好き。僕はうんこを全部集めてそれを燃料にして火星に行くのが人生の目標なんだ。でもこんな街にはおちんちんみたいな不審者がおられるんだ。おちんちんには負けないぞ、僕は火星に行くぞ。あ、始まった。じゃあうんちをとりあえずメニュー開けん。あ、マウスカウントマウスカウントって、しかもめっちゃ細かく決めれんや、マウスカウントすごいな。ちょっと低めにセットしとか。 OK です。あ、あった、早速やね。これがうんこガチうんこだな。1個目。はい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 。じゃあ残り3つか、探そうか。お、暗いね外。ん？待って、今端っこになんか誰かいなかったか今。さあ、じゃあとりあえずうんこ探してっか。大抵こういう家屋のところとかにはあるよね、おおよそ。裏手のところにないことはないと思うんだけど、こういう場所ね、ないかな。あ、あったあったあった。え、サンダーうんこなんかいろんな種類のうんこあんのか、詰めれるかな。来た。え、うわ、どうした、話聞こうかよちょっと足音かわいすぎん。え、あ、こっち行けない、行け、あ、あ、すごいあっさり死ぬね。と今あん中入ったからこっち行ってみようか。ん、あ、来てる来てる来てる。あいつから逃げながらうんこを探さないあ、ここさっき通った絶対。あ、こっち行けんのか。あ、道路か。そう、後ろからめっちゃピコ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 落とすんだけどこん中絶対あると思うんだけど、ないの、ないんだよな。すごい後ろからピコ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 めっちゃ走ってるんで音が聞こえる。マジでさ、え、うんこどこにある行き止まりだよな絶対こっち。あ、と思ったら違う。え、なんか今いたな。ちょっと今あそこ見たいけど後ろから追われすぎてて。 あった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 。何うんこ、もう 何うんこ見てらんないよ。あー、ダメだ真後ろにいた。もうしっかりぴったり疲れてたな。オッケー、あと1種類、あと1個か。やつがどっから来てるかだよな。普通に来てるからマジで。ええ、 あかんこ、しっしっしっ、もう何うんこかなんて見てる暇ないちょっと待って待って。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、一周できた。でこれどこに行けばいいの俺は。え、どこに行けばいいの俺。ロケットがある場所このあたり。うわそこにいんのかよちゃんと驚いちゃうじゃん。とりあえずうんこは全部集めきってんな俺な。こっち側、あ、あった、絶対これだ。燃料4種のうんこ、絶対これだろ。行くよ、乗り込む。火星に到達した。なんかこいつ、あ、爆発資産。どうしたん、話聞こうかスタッフディレクター、さっき2歳になったくん、名前のくせよ。いけいい曲で流してくるな結構いろんな人。待って、スペシャルサンクスだけなんで田中直樹が出てくんだ。本名じゃねえか、バッチリ。大丈夫なんか、田中直樹は。田中直樹また出てきたな。何、コーディネーターも田中直樹なの田中直樹くんめっちゃ忙しいやん。めっちゃ忙しいじゃん、ファンクションでマネージャープロデューサー田中直樹あれこれ
エグゼクティブです。ほとんど田中直樹やん、多分。はい、というわけで今回こちらのどうしたん話聞こかのゲームやっていきました。なんとなく気づいてたよ、なんとなく、あ、これは制作者がふざけて作ったなっていうのはなんとなく分かったんだけど、この顔見たらやらずにはいれんやろ。また音楽流しちゃった。はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。